ジーザスカフェハウスのクリスマス礼拝へようこそ。 Ladies and gentlemen, welcome to the Christmas service at Jesus Cafe House. 動画やダンス、賛美や聖書の話を通して救い主イエス様のお誕生を共にお祝いしましょう。 Let's celebrate the birth of Jesus with dance and worship and the word.ようこそ皆様、ジーザスカフェハウスのクリスマス礼拝へ。今宵皆様とここで開かれる祝宴にご一緒できること、心より嬉しく思っております。突然ですが、皆様なぜここにお集まりになったと思いますか？皆さん理由があると思います。お友達に誘われて、家族に連れられて、今日は一つ皆様に考えていただきたいことがあります。それはここに皆さんお集まりになって連れてこられたのは誰が連れてきたかということ。誰があなたたちを連れてきたんですか？変な質問ですね。今からご覧になる映像はある二人の女性の不思議な物語です。彼女たちに起こった恵みは、そう、あなたたちにもすでに起こった恵みなんです。ようこそ教会へ。Jingle bells swing and jingle bells ring, snowing
and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell.何の日かご存知でしょうか。そうです。救い主がお生まれになった日です。救い主。そうです。救い主。自分さ、多分知ってる。知ってるよ、ね。あのさ、自分さ、あれ言ってるやん。クリスチャンの子。あ、ほんまや。あそこいいとこやん。そうそう。そうあのクリスマスで。イエス・キリストがどうちゃらこうちゃらって言ってイエス・キリストの名前がそう出てくんねん。そうそうみたいな。だから多分イエス・キリストやと思う。え、なんそうやろ。その通りすごいやだやだやだ。いや、あんたやったらサンダって言うの。ないないない一応マジで一応マジで確かにね。みんなに聞こえてるね。神は実にその一人子をお与えになったほどにこの世を愛された。それは御子を信じる者が誰一人として滅びることなく永遠の命を持つためです。それは救い主キリストが私たちを罪から贖い出し永遠の命をお与えになりました。それは神が創造し愛してやまないこの世を滅びから救い出す唯一の方法だったのです。ところであなたたちは何のために生きていますか。やめてそんな説教臭いの無理やねんけど。ほんまにうちらだってさ、こんな説教されなくてもいいと思うしさ、でもっとイケメンとか、めっちゃかっこいいやんとか言って、わしわしわしみたいなさ、喜び出してくれるしみたいな感じの、今日はしたくて。大いに喜んでください。あなたが喜ぶから、私もです。今日は喜びの日なんですから。私ですか。私は御心を出すために生きています。御心？御心って何？創造主である神様の思いです。私はその思いがまっすぐに実現するために使わされている。例えばこうやって運転手として働きながら重要ではございません。強いて言うならば神様が人間に与えられた愛に気づいてほしいと思うもの、そういったところでしょうか。神の愛、神の愛って何ですか。キリストイエスです。キリストイエスは
神様が人間に与えた愛そのものです。神の愛、キリストイエス。神はあなた方にその愛を受け取ってほしいと願っております。じゃあなんで神の愛がキリストイエスなの？行けばわかりますよ。神の招きですから。さあ着きました。ここは教会です。あ、一つ言い忘れてました。イエスは私のヒーローであり最高にいけてます。ようこそ教会へ。And Prancer in Jingle Bell Square.